Welcome to the Gundam Online. どうも、シルビーです。今回はこのイフリートを使っていこうと思います。マップはジャーブローでございます。いや、本日4月の17日、まあ18日になってしまった。帰るなり、まあ主婦モードですね、やって起きたら、終わったらそのまま子供と一緒に寝てしまって、起きたらこの時間みたいなね、そんな感じでございました。まあそういう日もあります。そんなわけで、寝起きです。まあただプレボーナスがあるので、もう麻薬ですね、プレボーナスね。まあですけど、モチベーションの一助になるのでね、結構。はい、行きましょう。面白いですね、この UFO。おー、危ねえ。なんていうことでしょう。その位置怖いな。ガンミー。ちょっと押されてますね。ちょっとそして眠いですね。ちょっとお使いしましょうか。まず一回。かかってましたね。危ない危ない。オッケー。いいんじゃないですか。いいんじゃないでしょうか。南にちょっと人がかかってる、まあ、ちょっと押し返した感はあるので、中行きましょうか。中をね、取られるとめんどくさいんでね。ちょうど幸いここ取ってますし、これはグッチョブだから大きい場所ね。マーフィーですよ、マーフィー、マーフィー指数ですよ。そういえば、という感じでございます。まあここの方がいいですね。ちょっと見られてたんで行きましょう。しかも敵いるじゃないですか。ガン逃げ、格闘逃げですよこいつは。それはできるからね。そうですな。突っ込むよ。
まあトントンですね。気は抜けない試合です。ここからはあいつを撃てない。バズーカ持ってないんだよね、 SFS は。 あれなんです、バズーカ持ってないんでね、そういうデメリットありますね。あいつミサイル持ってますけど、だから宇宙では強いけどっていう。残念、やれなかったですね。耐えられてますよ。これは私は遅いんで取りません。さあ落ちろ。さあ着地だ。オッケーオッケー、いいねいいね、積極的にやっていくよ。オッケー、いいねいいね。オッケーオッケー、いいねいいね。可及的速やかに狙え。北がちょっとまずいですな。まあ、ここはね、こいつを押し返します。ここから出た方がですね、割と前面盤面は見えるので、まあ、緊急度が高い場合はこちらから行きましょう。いいですね、突っ込みましたね。安いんでね、ガンガン行きゃいいんですよ、行きゃ。敵はコスト高いのが多いんでね、なのことチャンスでございます。あっあっって感じですね。南が、南、まあなんとかなってる感はありますな。足りない、足りないだと。さあ持ちますかね。中央取られてる。そしてね、ビーコン2つ、中央もう誰も持ってないし、おお、いってる、スーパーですね。 You are スーパー。よくキャラがわからない。大丈夫だ、問題ない。
ごめん、無理だった。さて、困った困った感じでございますけども、どうしたものですかね。もう少しでもね、ギリギリの戦いをしているので、開封じゃなくて回収ね。回収を行いましょう。あ、やべ、もったいね。よいしょ。まあしっかり当てていきましょうね。あんな可愛い子ちゃんは、よいしょ、おいよいただきでございます。上飛んでんでしょ。それはめんどくさいですな。これはまずい。あ、惜しい。塩もったいないですね。2つあそこにありおる。ここはこうして。返してです。ああ。みなみこれ抜けられるんじゃないかな。まずいですな。抜けられればしたかったですね。タンクだってね、タンクだって生きているんだ。タンクなんだ、ほい。ほい、いいんかい。もうしゃあないです。ゲージブーストがない。ゲージ負けてるんですよね。純粋に防衛戦で負けてるということですね。北の洞窟で押し返してる風に見えつつも、いやね、あんま押し込まれるのもまずいですよ。だから壊した方がいいと思います、私はね、そう思うんでございます。負けてますな。やられてるってことですね。シャアが下にいるんで、上、このメンツ敵来たらね、押し返せないと思いますよ。これ削っておかないと今のうちに。 A のネズミってやつグッジョブですね。いや本当に、いやなんか前行きゃいいと思うんですよ。そうそう、こうやってガンダムをバン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 使う。あ、倒す。いや、全然ね、コスト的にはこっちの方が圧倒的に安いんでね。復活させないようにガラ壊してください。そうそう、
ガンダムなんて見たら壊さなきゃ。さあちょっとね、あんまりあれ、北にエースが3つ来たら、いや中国後ろに来ましたね。ああ、もう大丈夫ですね、あれは。あの2箇所ね、もったいないとは思うんですけど、完全に取られてるんで、やっぱ押されてるんですよね。まずいと思う。私はあそこはもう完全に押されてるので、押し返した方がいいと思うんですよね。KD で負けてますからね。もったいない。出る人もう一人いればいないですね。案外前出てくれないですね。いやこれね、突っ込ませた方がいいです。もう3分だと。そして思うのは、エースが2人3人いるところに突っ込んでどうするのって感じですけども、押し返すだったら分かるんですけどね。僕を舐めるなって言っていますよ。OK。やられてしまいました。ネズミ蹴ったらこの段階で行くとまた話は変わってくるんですけどね。銃を取られてるのはまずいですよ、やっぱり。全然この辺でボコボコやられてるんでね、北で森ってやられてる感はありますね。で、敵3人来るでしょ、ね。じゃあ何で下に置いたって感じですね。いやーで来てるんです。現全然北で、これ完全に北が勝手に突っ込んで勝手に死んで負けてるパターンですね。もったいない。北で KD 負けですよ。いや本当に全然北が倒せてないですね。いいんですよ。北はちょっとあれですね、メンツがちょっと完全に負けましたね。押し負けされてますね。これもしゃあないです。なるべく死なれた人数は多分こっちの方が勝ってたのに押し切れなかったのは、まあそういう歩兵差ですね、北のね。これも仕方ないです。ちょっと力不足でした。正面衝突して、打ち負けてしまったパターンですね。残念ですけども、まあこれ事実ですね。まあチーム的に別に問題はなかったので、ちょっと悔しい話でございますけども、なるべくしなかったという感じですね。
ウソなスツルムファウストじゃなかった？でもなかったですね。残念。いやまあしゃあないです。これは、割と味方がさっきのその指揮官代理指揮のその中央を取って守ろうよっていう発言からも思うように引き気味なんですよね、全体として来るのを待とうってで中途半端に押せる時に押してあの2位行くじゃないですか。2位行ってでそこで狩られてまたカウンターみたいな感じで、そこはじゃあ2位行かなきゃいいんです。中央行って行くとかですね、そういうメリハリが必要でした。メリハリがなかった、そんな感じの試合でございました。中は行った方が良かったですね、そこの流れを私がある程度制した方が良かったかもしれない。そんな感じですね。なんかいいようにやられてしまってる感じでございましたね、そんな試合でございました。残念ですけど行けたところなんですけども、うん、やっぱ中央大事ですねっていうのが間違いない。北は別に、2位取れなかったら別に無理して行く必要性はない、ね、ただ敵が来た時に1を取られちゃいそうな勢いだったので、割とやっぱ全体的に引き気味だったかなという印象です。いやしかしイフリートも面白いですね、そんな寝起きプレイでございました。もうショットガンなんて言いません。どうせショットガンと同じ、だってショットガンをフルートはこうやって持ってるんですよ。一応強化だけしたんですけど、本拠地特化190ベースじゃないですか。で本拠地にも行けるので本拠地特化をするんだったらありかなという気はします。ブースもそこそこ量々あるんでね、そんな感じでございました。それではここまで見てくれてありがとうございました。シルビでした。